暗殺じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてるやつは来い。あれは調査兵団、壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。救援要請か。無視はできねえな。兵長、ここは私がやります。ここだ。休むことはない。よし、また討伐数を稼げたな。巨人ども。私のために。エッチャ、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行け。はっ。救援要請に助けに行かないと。手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅いぞ。クソでも長引いたから雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。人類は巨人になど屈しない。
私もなかなかやるでしょ。ここは俺だけで十分です。張り切ってるじゃないか。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。中東兵団の増援か。仲間の救援を最優先とする。兵長、俺に任せてください。してる場合じゃねえと、さっきてめえが言ったんだろう。ああ、そうだったんだ。ごめんごめん。あらかた片付いてか。欲しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。あー、もっと近くで観察したいな。エシちゃん、観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。この子さ、残らず討伐してやる。
ては問題ない。補給完了しました。ここは俺に任せてください。休む暇はない。訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。やったか。まだ生きてたか。無事か。問題ない、行くぞ。
話が聞けそうだな。おいダキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。